どうにか、みんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォだな。頂上だろう。違う、逆よ。だってクリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源。クリフォトの吸った血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を喰らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。 あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスです。そのちょっと見せろよ。こればあちゃん。あんま似てねえな。ああ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。ああ、そのあれプレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜ、ネロ。そういう意味じゃない。行かせてやる。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。ここはどこだ？力を奪われたか。取り戻さなくては。体が軽い。この空間のせいか。なるほど、こ
ここに奪った力を返してもらうぞ。出られたぜ。多分マルファスの仕業だろうが。なるべく会いたくはないな。今の俺ではもう。あの方がカジスを手にすれば全てが。あのムンドスですら果たせなかった人間界の支配をも、あの方ならば必ずや。マルファスだ。やつとは戦えねえ。もう俺たち完全にガス欠だ。分かってる。ここはやり過ごすしかない。どうにかな。
ネズミが紛れ込んだな。さあ出ておいで。くそ、こりゃ厳しいな。補給なしでどこまで行けるかだ。呼んだか？危ねえだろうが、引き殺す気か？文句があるならレディに言ってくれ。運転手はあいつだ。で、そんなことより、ご注文は？また別行動か。その方が気楽だけどな。しすぎじゃねえの？スパーダの血族か。だが貴様はもはや力を失った抜け殻よ。人間の分際で私に勝てるなどと思わぬ方がいいな。おい、人間なめんなよ。来な、たっぷり感じさせてやるよ。面白いではないか。魔王様への昔よ、こちゃん。見えなくても匂いで分かるから。くせえからな。出てきていいぜ。借りができたな。引き返せよ。その体じゃきついだろ。ダメだ、行かなくては。何として、おい、V! 無茶すんなよ。休めって。すまんが、肩を貸してくれ。おい、なんでそれまで。頼む。俺
の最後の願いだ。ったく。ダンテに先を越されちまうぜ。